トーマス・アーノルド・トーマス・アーノルドは19世紀のイギリスの最も偉大な教育家、歴史家とされる人物。ザナインと言われる名門私立校の一つ、ラグビースクールの校長として、イギリスのエリート養成機関であるパブリックスクールの教育を刷新した。学業だけではなく人間の総合的な発達を理想とし、他校のモデルとなったラグビースクールのハウス制の基本を作った。 アーノルド在任中の1823年に同校からラグビー競技が発祥した。息子にマシュー・アーノルド。早村にジュリアン・ハクスリー、オルダス・ハクスリー、アンドリュー・ハクスリーなどがいる。アーノルドは税関職員のウィリアム・アーノルドとその妻、マーサデラ・フィールドの息子であるワイト島で生まれた。ウィリアム・アーノルドはローストフと出身のジェントリーのアーノルド家と関係があった。 トーマスはウォーミンスターのグラマースクールで学んだ後、ウィンチェスターカレッジに進み、オックスフォード大学のコーパス・クリスティカレッジに学んだ。彼は古典学に優れ、1815年にオリオールカレッジのフェローになった。彼はラグビースクールに移る前にラレハムスクールの校長になっている。アーノルドは数年間家庭教師の仕事をした後、1828年に ラグビースクールの校長に任命された。彼の就任後、学校の運命は好転した。彼の性格と宗教的熱意の力により、彼はこの学校を他のパブリックスクールのモデルにし、イギリスの教育システムに強い影響を与えることができた。彼は歴史、数学、近代語をカリキュラムに導入したが、彼の教育は古典語に重きを置いていた。私は、 この事件に対する私のすべての見解の基礎として、公立学校の男子はいかなる状況においても、フランス語を上手に話したり発音したりすることを学ぶことは決してないだろうという彼の見解により、文法的に死後ということでフランス語は外され、物理学は学校のカリキュラムで主要な位置を占めるか、完全に除外されなければならないため、教えられなかったアーノルドはまた、 彼のキリスト教の理想主義から物理科学の唯物論的傾向に反対した。彼は息子の頭の中では物理学を第一に考えるのではなく太陽が地球を一周し星は真っ青な大空に設定された非常に多くのスパンコールであると思っていてほしいと思う。キリスト教徒とイギリス人が勉強するのに必要なことの一つはキリスト教徒 道徳的政治哲学なのだからと書いていてるアーノルドは、シックスフォームの生徒が、学校の全ての部分を統治し、施設の秩序を維持するという監督性システムを開発した。トマス・ヒューズによる小説、トム・ブラウンの学校生活は、真底からアーノルド校長を恐れ、天でも地でもそれ以外ほとんど何も考えず、キリストの教会よりも、 学校で私たちのことを多くを考えた少年の世代を描いている。そしてラグビーの伝統と少年たちの大多数の意見は少年たちの日常生活の中では神の法則よりも上に置かれていた。アーノルドはスポーツの熱狂的なファンではありませんでした。スポーツは地元の少年との密漁や喧嘩雑の代替手段としてのみ許可され1850年まで ラグビーのカリキュラムの一部にはならなかった。彼は教育目的としては、まず第一に心のケア、次に道徳的発達、そして三番目に知的成長を置いた。しかし、これは1886年にピエールド・クーベルタン男爵がラグビーを含む英国のパブリックスクールを訪れた時に彼がトマス・アーノルドを組織的なスポーツの父と称賛するのに、 妨げとはならなかった。学校の礼拝堂でアーノルドの墓を見たとき、彼は突然、自分は大英帝国のまさに祖跡を見ているような気がしたと述べている。クーベルタンはトーマス・アーノルドをスポーツの騎士道の創設者の一人とみなしたことで、スポーツの重要性を誇張したと考えられている。クーベルタンが非常に感銘を受けたスポーツの性格改革の影響は、 アーノルド自身の考えというよりも小説のトム・ブラウンの学生生活に端を発している可能性の方が高いと言われる英国の教育者のリーダーであり古典的なモデルであるトーマス・アーノルドは教育における陸上競技の役割の正確な公式を与えたその回はすぐに得られたイギリス中に競技場が出現したのだとクーベルタンは書いているアーノルドは 教育的及び宗教的な数多くの論争に巻き込まれた。教会員として彼は決定的なエラスムス主義者であり公共会派には強く反対した。彼の1833年の教会改革の原則は公共会運動の始まりに関連している。1841年彼はオックスフォード大学の近邸教授に任命された。アーノルドの主な文学作品は 彼の未完成のローマの歴史と近代史に関する講義である。はるかに頻繁に読まれたのは彼の5冊の説教本でビクトリア女王を含む幅広い新人深い読者から称賛された。アーノルドはコーンウォールのペンリンのジョン・ペンローズ牧師の娘であるメアリー・ペンローズと結婚した。彼らには詩人のマシュー・アーノルド、文学者のトム・アーノルド、 作家のウィリアム・デラフィールド・アーノルド、学校の私学館、エドワード・ペンローズ・アーノルドを含む5人の娘と5人の息子がいた。一人の娘は、乳児期に創生。長女のジェーン・マーサは、ウィリアム・エドワード・ホースターと結婚し、ウィリアム・デラフィールド・アーノルドが1859年に亡くなり、4人の孤児を残したとき、ホースターは彼らを自分たちの子として引き取り、子供のせいに、 自分の名前を付け加えた。そのうちの一人が自由統一党のヒューオー・クリー・アーノルド・フォースターである。その後、アーサー・バルフォアの内閣のメンバーになった。もう一人の子供はアイルランドに住んでいた日記の書き手、慈善家、職人のフローレンス・ベア・オブライエンである。末娘のフランシス・ブンセントレベネン・ワットリー、アーノルドは未婚のまま1923年にホックス・ファウで亡くなった。 アーノルドは1932年に湖水地方のアンブルサイド近くホックスハウにわずかばかりの不動産購入しそこで休日の多くを過ごした。彼は1842年6月12日彼は47歳の誕生日の前日に彼の活躍の絶頂期に心臓発作で突然亡くなった。彼はラグビースクールの礼拝堂に埋葬されている。 トーマス・ザ・ヤンガーの娘メアリー・オーガスター・アーノルドは結婚後のハンフリー・ワードという名で有名な小説家になりもう一人の娘、ジュリアはトーマス・ハクスリーの息子であるレナード・ハクスリーと結婚した。彼らの息子はジュリアン・ハクスリーとオルダス・ハクスリーである。ジュリア・アーノルドは1902年にサリー州ゴ・ダルミングで女子のためのブリアフィールドスクールを設立した。ありがとうございます。